皆さんこんにちは、文化庁で世界遺産の担当の文化財調査官をしております鈴木千平と申します。改めまして、北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産登録おめでとうございます。今日はじゃあその世界遺産の魅力と可能性というようなことで、今度新しく縄文遺跡群が加わった世界遺産が、どういうような可能性を秘めているのかというようなことについて、お話をしたいと思います。で、今日3つお話を用意してまいりました。1つは世界遺産の魅力って何だろう、そして、世界遺産をどうまちづくりに生かしていくのか、で、最後可能性というようなことで、お話をしたいと思います。で、まず世界遺産の魅力って何だろうというようなことなんですけども、皆さんいろんなお考えがあると思います。で、私も今日お話をするにあたってどんな魅力があるのかなというようなことをいろいろと考えてまいりました。一つは先ほど稲葉先生のお話にもありました通り、この世界遺産あるいはその世界遺産一覧表に載った資産を通じて我々人類がどういうふうに生きてきたのか、あるいは我々の地球がどういうような営みを成してきたのかというようなことが分かる、そういうような性質もあるというふうに思います。これは言い換えてみると、なぜ人は世界遺産にこんなにも惹かれるのかというような言葉でも言えるかと思います。あるいは今世界中で次なる世界遺産を目指した取り組みというものが進んでおります。日本でも自称多少問わず、何十件もの遺産オラガ遺産を次の世界遺産にというような取り組みが進んでいるというふうに聞きます。これは、なぜ人は世界遺産に取り組むのかというような言葉でも言い換えることができると思います。さらには先ほどから観光というような話もありました。確かに世界遺産になればたくさんの来訪者、たくさんの観光客の方がいらっしゃいます。人は世界遺産にの何に期待をするのかというようなテーマにも言い換えることができるでしょう。で、そして1972年にスタートした世界遺産条約、今年が50周年なんです。で、その中で、登録されるような資産っていうのも質的にですね、どんどんやっぱり変わってきておりまして、一般に世界遺産と言ったときに想起される、例えばエジプトのピラミッドであるとか、中国の万里の長城であるとか、あるいは日本でいうと京都の文化遺産のようなものから、近頃登録されているものは、縄文遺跡群もそうかもしれません。あるいは、スライド左下にあるのは2007年かに世界遺産になりました石見銀山なんですけども、パッと見これが世界遺産かっていうような感じはないですよね。でもやっぱりその人の営み、人が紡いできた文化っていうのはパッと見た目でおおすごいというようなことが分かるものばかりではない、そういったものをエリート遺産というのであれば、それだけではなくて、見た目には出てないかもしれないけども、実はこういうような歴史があって、こういうような営みがあって、こういうような積み重ねがあって、でもそれも人類の大事な1ページだよねというような、まさにそのエリート支配者層、権力がお金持ち大臣だけが人類の文化じゃない、名前はないかもしれないけども、人々が紡いできた生活文化というものも評価されているっていうのが
ここ10年20年ぐらいの流れじゃないかなというような気もしております。言い換えると世界遺産、まあ、特別は特別なんですけども、その例えばその京都にしかないものかといえばそういうわけじゃないですし、東京にしかないものかといえばそういうわけじゃない。世界遺産、まあ、遺産っていうのは ある意味特別なんだけども、ある意味決して、手の届かない、決して、よその文化というわけじゃなくって、実は身近にあるものというようなことも言えるんじゃないかな。だからこそ先ほど申し上げたオラガ遺産を世界遺産というような流れも出てきているんじゃないかなというような気もいたします。で、まちづくりに生かせるのかというような話なんですけども、ここでご紹介をしたいのが2018年に世界遺産になりました長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産です。まあご存知の方ご存知だと思うんですけども、ここですね、九州の西の方に、まあ、長崎県熊本県がございまして、そこに分布する、北は長崎県、平戸から南は熊本県天草まで、あるいは長崎中心部から五島列島まで広がる12の構成資産で一つの世界遺産になっている地域です。まあ、日本に16世紀半ばにキリスト教が伝わりまして、で江戸幕府はキリスト教を基本的には禁止するわけなんですね。でもその禁教の中にあってもこの長崎あるいは天草地方に住む人々っていうのは密かにその信仰を子孫に伝え、で、ある時には近隣の仏教神道の集落とうまく付き合い、で、ある時はうまく隠れながらですね、密かに200数十年間も資産を伝えてきた。で、何らかの信仰思想っていうのが禁止をされるというようなことは世界中割とある話です。で、その禁教抑圧された状態から復活をするというような話もあるわけなんですけども、ここ長崎天草の場合ですとそれが200数十年間も続いて、でそれが神父様といったその宗教的指導者もいない中でつないできたとこういうようなことが世界的にも価値があるとこういうようなことになりました。ただしやっぱりその潜伏キリシタンなので、目に見える何かこう証拠があるわけではないんですよね。目に見える証拠があったらそれはもうすぐ発覚して処罰されてしまうわけなので、その隠れて信仰をつないできたその物証っていうのが何なのかっていうと、潜伏キリシタンの人がどのように暮らして、で、どのように周辺の集落と関係を構築して、で、どのようにコミュニティを形成したのか、それは絵図に残っています、あるいは伝承として残っています、あるいはまれな例なんですけども神人具として残っています。そういった証拠を集めながら潜伏キリシタンの人たちがどういうところに住んで、どういうところに家を構えて、どういうような工作をして、でどういうようにどこに指導者の役宅があって、でどういうようなところで集まって信仰の行事をして、でどういうような形で墓に葬られたのかというようなことがそういった証拠からわかるわけなんですね。ですので何かこう記念碑的なモニュメンタルなパッと見目立つような教会の建物だけではなくて、江戸時代の潜伏キリシタンの人たちがこう暮らしを営んだ集落そのものが世界遺産として評価をされて保護が図られているわけなんです。
そして、もちろんそこにはその子孫の方々っていうのが今でもお暮らしになっているわけなんですね。ですので、この潜伏キリシタンの世界遺産の中心的な価値っていうのは、人が生活を営んだ、そして人が生活を営んできている集落そのものにあるので、じゃあこの世界遺産を守るというようなことは集落の営みを守ることとほぼ同義なわけなんですね。ただしやはりこの長崎天草の地域でも日本中どこでも同じ少子化であるとか高齢化であるとか、それによる過疎化で悩んでおられるということはここも共通をしております。もしかすると離島地域なんかも抱えているので、日本の他の地域よりももっと厳しい状況かもしれません。じゃあその遺産を守ることと同義である地域を守ることっていうのを達成させるのに、地域共同体ですね、コミュニティ、住んでいる皆さんの結束っていうのを強くするというようなことがどうしても必要になってきた。ただし言うはやすし行うは難しです。一口にコミュニティを強化すればいいというふうに言いますけど、そんな絶対的な方法があればもう皆さんやってるんです。日本中どこでもやってるので、それはもう地域問題にならないわけですね。そういうような一発でこう地域課題コミュニティを強化できるような方法がないというようなことなので、皆さん苦労されている。で、何かこの絶対的な方法があるというよりは、むしろいろんなその方策、いろんな施策、いろんな試みをしてですね、極端な話、100の試みをして1つでも成功すれば大成功であるというような形で、なんとかその地域活動、地域の営みっていうのを維持されてきているというようなところが実感に近いんじゃないかなというような気がしております。今日ご紹介する長崎天草での取り組みっていうのは、それぞれの構成資産の集落において、いろんな観点でですね、今日ご紹介するのは教育的な観点であるとか、経済的な観点であるとか、移住者の獲得であるとか、そして、生活の質的向上で、それが地域の自信になっているというようなことをご紹介したいなというふうに思います。で、最初にお断りをしておくんですけども、一つ一つの試みっていうのは別に何か絶対的な教科書があってやってるわけではない、あるいは必ずしも世界遺産というようなことを、なんていうか世界遺産の取り組みとしてやっているわけではないんですけども、いずれの取り組みっていうのもその世界遺産の文脈で、あるいは世界遺産を一つの旗印に、この長崎天草も縄文遺跡群と同じように十数年の取り組みがあったわけなんですけども、その取り組みと同時並行的にですね、行われてきたというようなことを最初にお断りしておきたいなというふうに思います。で、一つ目ですね、教育的な観点からというようなことで、天草にございます佐吉集落というようなところをご紹介したいと思います。ここも漁村の地域なんですけども、集落規模も200数十個ぐらいの小さな集落です。やっぱり過疎化が進んでいて、2008年だったかなに、小学校が、地元の小学校が統廃合で、廃校になるというような話もございました。で、廃校になる前に地域のその魅力っていうのをちゃんと発見して伝えて、残していこうというような試みがありまして、熊本大学がですね、地元の小学生を対象に最初座学をして、で、外に出て、佐吉集落のそのいいところと悪いところを発見しようというようなことをやって、で、最後また部屋に戻って、それぞれ報告し合うと
というようなワークショップをやりまして、でそれによって地元の小学生もそうなんですけども、まあそもそも知られていなかったいろんな魅力を発見するというような試みがありました。でまあ、それでその小学生たちが自分たちの地域を知る、あるいはそれが自分たちの地域に対する誇りになるというような効果もあったわけなんですけども、ここにその小学生だけじゃなくて一緒にその親御さんであるとか、あるいは話を聞きに行く対象として地域の年配の方ですね、っていうようなことも参加をしていただいたわけです。でまあ、そういったことがきっかけになって、この地域ではNPO 歳の津というものを組みまして、で、空き家になった古民家を改修をして、でそこを地域拠点にしたりとか、あるいはいらっしゃった来訪者の方に地域を紹介するボランティアガイドを始めたりとか、というような活動につながっているというようなことも報告をされています。あるいはまた次、経済的な観点からというようなことで言えば、五島列島のさらに北の方にですね、小値賀諸島というようなところがございまして、で、世界遺産になっているのは今写真で写っている野崎島の集落跡で、ここはもう昭和40年代に集団離村をしているので、もう今は無人島になっているわけなんですけども、当時の江戸時代の潜伏キリシタンの人がどういうような生活を営んだのかとか、あるいはその後明治になって建てられた教会っていうのも写真写っておりますけども、まあ今は無人島になっているわけなんですね。で、ここのじゃあ無人島になっている島全体が世界遺産なわけなんですけども、これを誰が管理をしているかというと、だいたい海を隔てて2キロぐらい西にあります小値賀本島の人たちです。で、その小値賀本島ではやっぱり過疎化が進んでいるので、どんどん空き家っていうのが増えているわけなんですけども、もともと地理的にですね、いろんなその交易のその立ち寄り地になっていたので、その交易で財を成した人たちっていうのがたくさん地元にいらっしゃって、ですので100年150年前にかなりの財をかけてですね、立派な民家なんですけども、立派な民家が建てられて、それが今空き家になっているというようなことがございました。で、それをきれいに改修をして、もともとの地元の材を使って、もともとの地元の工法で作られている民家なんですけども、それをうまく生かしながら、でも使い勝手がいいようにうまく改修をして、でそれを一棟貸しの宿泊施設として貸し出しをされています。かなり高級なんですよ。地元の旅館に泊まるよりも一人当たりにするとかなり高級な値段ではあるんですけども、まあ人気を博しておりまして、で、ここの一つの特徴が、基本的には食事を出さない。食事をしたければ町に出て町の地元の食堂に行くか、あるいは町で食材を買って自分たちで調理をするかというようなことなので、その宿泊料の他にもちゃんと町に地域にお金が落ちる仕組みを作っているわけなんですね。で、その結果地元雇用っていうのが創出をされまして、2005年の時点で小値賀町の観光収入が数千万単位で、常勤雇用者が3人だったところが、現在では観光収入5億円、常勤雇用者っていうのも50人になっているというような形で、まあ、地域経済にとっていい影響が来ている。あるいは別の事例を見ますと、今度は五島列島の一番南の方にございます久坂島
ここも島が一つ丸ごと世界遺産になっているわけなんですけども、ここもですね、一番多い時では人口800人、900人ぐらいいたわけなんですけども、今350人ぐらいまで、減少しているというようなところになっています。ただ、海産資源というか島の資源というのは矢部椿であるとか、あるいはその海産資源であるとか、その800人、900人を養えるぐらいの資源があるわけなんで、今正直言って350人でその島の資源というのを使い切れない、むしろ資源の方が余剰にあるような感じなんですね。で、それを生かして、この世界遺産の流れで、経済的に使えないかというようなことで、地元で日坂島ファームというような組織を結成をしました。で、ここもやっぱり廃校になった小学校がありましたので、その日坂島ファームの活動拠点として廃校になった小学校を使って、特産品の開発であるとか、ブランド化であるとか、販売であるとかっていうのをしているわけなんですね。で、世界遺産にいらっしゃる方っていうのもいろんな方がいらっしゃると思うんですけども、やっぱりその五島日坂までいらっしゃる方っていうのはかなり意識が高いといいますか、単にそのただ見に来ただけではなくって、やっぱり島に来て、歴史をちゃんと聞いて、あるいは世界遺産としての価値を聞いて、でどういうような暮らしをしているかっていうのも含めて、解説があって、で、島のあちこちにはでも素晴らしいところがさらにたくさんあるわけなんですね。で、そういうような非常に素晴らしい島で、で、気持ちのいい人たちが手間暇をかけて作った、しかもここは世界遺産の島であるというようなことをうまく生かして、そもそもの品質っていうのも高いわけなんですけども、その元々の高品質なのに加えて、そういう高付加価値化をすることによって、かなり、一般に比べると高い値段であっても非常に売れ行きがいいというふうに聞いております。はい、電車が行ったので再開しますね。左が地元のもともとの特産であった椿オイルであるとか、あるいはこれが棚田で育てている日坂米、お米なんですけども、こういうような魅力的な地域で、で、顔が見えるような少人数で、で手間暇をかけて作られたとこういうような形で、かなり高く売れているとこういうふうに伺っております。あるいは五島列島を少し北の方に上がって、上五島と呼ばれる地域に行きますと、今新上五島町というような町があるわけなんですが、そこの頭ヶ島というところも世界遺産になっております。大丈夫ですか？上五島も、あるいはさっきの日坂島がある下五島もそうなんですけども、結構ですね、今移住者の方がたくさんいらっしゃっていて、で、上五島でいうと今人口が約1万7000人の島なんですけども、ここ10年で、554人の移住者の方がいらっしゃってるんですね。で、たった554人かというふうに思われるかもしれないですけども、分母が1万7000なんですよ。人口の約 3% が今外からいらっしゃった方なんですね。で、あるいはその人口移住されてきた方の年齢構成を見ると、一番多いのが20代で約 25%、その次に多いのが30代で約 20% で、おそらくその人たちと一緒に来た子どもさんたち世代ですねが 20% で、以下40代50代とほとんどが若い方なんです。
でいろんなきっかけがあると思います。いろんなきっかけがあると思うんですけども、 お聞きするのは上五島に遊びに来て、自然もいい、食べ物もいい、人もいい、さらにしかも世界遺産があるというような形で、住むならばこういうところかというようなことで、移住をされたというような話も聞くわけなんですね。で、新たにいらっしゃった方が例えばそのカフェを開かれたりとか、あるいは、マリンスポーツのインストラクターをされたりであるとか、あるいは地元産業である漁業に従事されたりとかしているわけなんですけども、で新しい人がいらっしゃるとやっぱり刺激されるのはもともと住んでた方なんですよね。もともと住んでた方からすればもう本当に当たり前の島の暮らしっていうのが、あ、よその人から見るとこういうような魅力があるんだ、こういうような商売になるんだというような刺激もありまして、今ちょうどいい形で、新しくいらっしゃった方と、もともと住んでる、いらっしゃる方とが両輪になってですね、活動が進んでいるというふうに伺っております。さらにさらにこの12の長崎天草の潜伏キリシタン関連遺産の一番北に位置します平戸島にですね、春日集落と呼ばれるところがございまして、まあ写真に写っているような棚田の耕作と、あと漁業とで、生活をされている集落が世界遺産になっております。で、ここも今22世帯かな、二十数世帯のだいぶ規模も縮小してきたようなところなんですけども、こちらの春日集落ではですね、やっぱり空き家になった古民家を改修して、でそこをガイダンス施設兼地元の人たちも集まれる場所にしました。で、そこのガイダンス施設ではここの集落の価値であるとか、あるいは世界遺産としての価値であるとか、あるいはそういったものを本にまとめた、あるいはお土産みたいな物販もされているわけなんですけども、注目すべきはもう一つのその地域の人がより集まれる場所もこれは注目すべきでして、そこではだいたいいつ行っても何人かのご高齢の方が常駐をされているわけなんですね。でご高齢の方が常駐をされながら、仲間同士で、おしゃべりもあるんですけども、どなたか来訪者がいらっしゃったら、ちょっと座っていきようと、ちょっと休んでいきようというような形で、お茶を出して、で、自分たちでつけたお漬物を出して、で、どこから来たのかとか、そういったよもやま話から、ここはこういうような地域なんだよ、こういうような暮らしをしてたんだよと、こういうような話をされると。でもちろん決してこの おばあちゃんたちはその世界遺産の話だけをするわけじゃない、むしろ世界遺産とは関係ないような自分たちの暮らしの話なんかをされるわけなんですけども、やっぱりそうやって、温かくもてなしてもらって、で、地域の話を聞かせてもらえると、訪れた方っていうのの満足度も非常に高い。で話しているおばあちゃんたちにとっても、来た人が、あ、そうなんですか、じゃあここはいいとこですよね、このお漬物おいしいですよねっていうような形で、言ってくれると、やっぱり自信になるわけなんですよね。で、そういったその来訪者の感動あるいは満足度っていうの、でそして、70代80代90代のおばあちゃんたちが得る地域に対する自信あるいは愛着というものが、次なる保全活動へのにつながっておりますし、あるいはそうやって、自分たちが暮らしているのはそんなにいい地域なんだという、もちろんもともとご自覚されている部分もあったし、そういう外の目で自信を得る部分っていうのもあると思うんですけども、っていうのが生活の質ですね、クオリティオブライフ QOL とよく言われるわけなんですけども、そういったものを高めているというようなことになっていると
というようなことが観察されるわけなんです。まあこの世界遺産の取り組みの一環で私は2007年に初めてこの地域に入りました。で10年以上続けてですね、ここはどういうような価値があるのかとかで、それをどういうふうに守っていけばいいのかというようなことに携わってまいりました。で、そこには、行政の担当者の方もいらっしゃいますし、アカデミックの大学の先生なんかもいらっしゃいますし、それはもとよりじゃあそういったその専門の人たちと一緒にやってきたのが私は地元の人だと思うんですよね。地元にどんな暮らしがあって地元にどんな歴史があってで、それが近教キリスト教が禁止されていた時代とどういうふうに関わるのかというような発見であるとか気づきであるとかっていうようなことを地元の方と一緒にやってきたなというのがここ十数年だったというふうに思います。で、やっぱり最初は2007年最初に行った頃っていうのは地元の人どの人に聞いてもいやうちには何にもないよただの漁村だよ普通の町だよっていうふうにおっしゃってたわけなんですけども、その専門の先生方と一緒になっていやこういうようなところがあるじゃないかこういうようなことがあるじゃないかっていうようなことを発見されていくに従ってどんどんやっぱり自信を持って、行かれたわけなんですよね。でさらにそれが世界の宝というような形で、評価をされるに至ってあやっぱり自分たちの住む地域っていうのは最初は何の変哲もないというふうに思ってたけども先生方と一緒にやり取りをする中で実は自分たちのお父ちゃんお母ちゃんがこういうような暮らしをしておじいちゃんおばあちゃんがこういうような暮らしをしてで、ひいじいちゃんひいじいばあちゃんっていうのがこういうような暮らしをしてきたようなどこにもないかけがえのない地域なんだだから子どもたち孫たちひ孫たちに伝えていくべきなんだとこういうような気づきの過程プロセスっていうのがあったんじゃないかというようなことを強く感じたのがこの長崎山笠の地域です。で、それと同時にやっぱりその今この長崎天草に限らず日本全国あるいはもしかしたら世界どこでもそうかもしれないですけども抱えているいろんな地域の課題今日お話しした中で言うと少子化であるとか高齢化であるとか過疎化であるとかっていうのがあってこれはもう非常に大きな問題なんですね。でもちろん世界遺産になったから少子化も高齢化も過疎化も一気に解決されるっていうようなバラ色の制度では残念ながら世界遺産はありません。ただ世界遺産がこういうようなことにも役立つこういうようなことにも力を貸せるあるいはそれが地域の自信になるとか教育的効果があるとか経済的効果があるとかっていうようなことも含めて少子化高齢化過疎化を解決する一助になるというようなことは言えるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。はい、っていうのをちょっと図にまとめてまいりましたので最後これをお話しして終わりたいと思います。一番最初そのこの地域を世界遺産にしようというような保護の取り組みっていうのが行政であるとかあるいはその専門家の先生たちの中で出てくるわけなんですけどもじゃあその守るべきものを伝えていきたいものっていうのがどういうような価値があるのかどういうような魅力があるのかというようなことがまず最初のベースにあってでそういったじゃあ地元にどういうような価値があるのかっていうようなことを先ほど小学生のワークショップの例で申し上げましたけどももともとお気づきなんですよ。もともと地域のことはよくご存知なんですけどもそれを再認識するというような形でそれが地域の魅力増進につながるあるいはじゃあそれが保護の取り組みっていうようなことで反復されることによってこれも地域の魅力増進につながる
で、そんなにも魅力ある地域なんだというようなことで、それが地域に対する誇りであるとか愛着になる。でそれがさらに価値の探求であるとか保護の取り組みを喚起するわけなんですけども、まあ、自分のお住まいになっている地域に対する誇り愛着自覚っていうのが高まるわけなんですね。で、それを先ほど経済的な効果のところで、もう申し上げましたけども、まあ、外に発信をすることによって、来訪者であるとか支援者であるとか、まあ、平たく言えば地域のその地域のファンですね、ファンが増える。でそうしたファンっていうのはやっぱり少々他の地域と比べて高かったとしても、ここのお米は美味しいとか、ここの椿油は使い勝手がいいというような形で、買ってくれるようになる。あるいはこの地域に対する誇り愛着っていうので、じゃあそういうような地域に住んでみようというような形で、移住していらっしゃる方がいるっていう話は上五島でご紹介をした通りですね。で、そういったものがすべて、相まって平戸春日集落で ご紹介したような QOL の向上というようなものにつながるとすれば、こういったものがトータルとして地元のコミュニティの強化につながって、で、持続的な地域っていうのを達成できるんじゃないかなと。あるいはその方が少なくとも見られるのが長崎天草の事例かなというふうに考えるわけなんです。でやっぱりそんないいところだと、例えばそのテレビなんかでも紹介されますし、雑誌なんかでも紹介されますし、インターネットなんかでも紹介されますし、私もこうやって宣伝に貢献しているわけなんで、じゃあそんなところに一度行ってみようかというような形でさらなる活気になって、で、さらに強くなっていくというような循環が生まれている、あるいは循環が生まれていくことが期待されるということは少なくとも言えるんじゃないかなというふうに思うわけ。で、こういった循環の中には特に地域に密接に関わる人として住民さんであるとか行政であるとかっていうのの働きも大きいですし、少し外的な存在として、NPO なんかの団体も機能しますし、専門家の先生の力も大きいなというようなことが見て取れるのが長崎天草の事例かな、こういうふうに私は考えるわけです。まあ、同じようなことが縄文でできるかどうかは分かりません、縄文で、できるかどうかは分かりませんが、ただ世界遺産っていうのをうまく使ってですね、地域のすでにあるこれまで、悩んでいる地域課題を解決しようとこういうような事例っていうのはこんな形で見られるので、ぜひですね、縄文遺跡群のそれぞれのお住まいの方、あるいは、それに関係される皆様にもこの世界遺産になったことに満足するだけではなくて、まあ、世界遺産であることはもうこれから望まざるに関わらず、100年200年っていうような形でつながっていくわけですので、縄文の遺跡は残った、でも周りに誰も人が住まなくなったとこういうのでは私はとっても悲しいと思うんですよね。ですので、ぜひこの地域の課題の解決の一つの手段として、世界遺産っていうのを使って、いただければなというふうに思うわけです。どうもご清聴ありがとうございました。